田口和人、石田健太、戸柱安隆、山川穂高、中田翔、西川龍馬、森英五郎、岡博美。あと2日間で FA 行使するのか決まる。山川、西川、中田の動きが気になるところやな。残りはほとんど残留かと。山川、中田、西川はするだろうな。楽しみやな。移籍が一番おもろいからじゃんじゃんしよう。なんか結局、外野がワイワイ言ってるだけで、最終的にはなんだかんだで残留しそう。FA 行使するかしないかあと2日で決まるのなんか怖い。田口は結局なんか残る気がする。田口は野球人的にもヤクルトしかない。コロナ前の2019年ぐらいに、中田翔と山川 FA しますってことだったら、とんでもないことになってたよね。頼むから西川はオリックス行ってくれ。森は B ランクやからな。岡は行使したら野手なら一番人気でそう、サチヤみたいに。石田は加藤が残留決めたから先発左腕の需要は上がってそう。山川についてはずっと言われてるけど、ここで FA 即番行きなら恩知らず、金の亡者と一生言われ続けるのだろうね。個人的にはソフトバンクか単年残留の二択かなって思えてきた。山川は1年セーブでみそぎの地の FA 脱出はあり得る。山川は中日なら許されるって風潮に乗るしかない。中日は茂木と山川出たら欲しいな。西川 FA の情報が全くないのが怖すぎる。田口は個人的にもヤクルトに残留濃厚で、仮に FA したら高確率で巨人にで戻りだと思ってる。山川に関しては長打力はあると思うが、本塁打王は2018年がピークだと思うし、そろそろ年齢的、体型的に怪我が多くなりそう。茂木は素晴らしいパフォーマンスを出せる選手だと思う。今季は残念だったけど、環境が変われば復活できる気がする。茂木は確かにポテンシャルは秘めていると思うが、どうしても怪我に弱いというイメージが強い。山川、今年は何もしない作戦で、来年オフでソフトバンク行く疑惑が出ているらしい。